メイソン今日嘘ついてねちょっと止まってたねオフになってたけどねえー、であのカマラハリストがいないのにいるいるとかい,いるいるのにいないのにいることにしたりねあの投票の投票のあれをやったりねうんそういうことやってじゃないまあさっきも言ったけどこれをしてまで学校に行かないということここにねこれ言えないけど予防予防のマレですよこれこれをしたらダメねうんあの自分の体がダメになるそんなことしたらねで でででこれから軍事裁判でもすればいいですよあのあいつらは普通じゃないの厚生労働省でも厚生省でもねメディアもそうだけどここにこれをしたんじゃないねみんなこれ並んでこれしたんやろこれねここ腕を出してこれやったんやろ2021年のあれでマスクこうして刑法違反なんだけどまあ、これからねあの企業とか学校は裁判合戦になるわまあ、ここにマスクさせてずっとマスクさせてでここにこれをさせて。 ね、言論統制していかか私はここ言わんけどここはねもう二度と交流するし,してまでね学校に会社行かないでくださいうん会社は悪魔だと思った方がいいこ,こんなことしてまでそしたらこのこれやるとねお金が入るシステムになってたんよ従業員が打てば打つほどねあの人個別でやってるわけじゃないこの個別で話したい、ね、マクロとミクロでねでこれ打ったせいでね寝たきりになったりねあの 車椅子になってたりね杖持ったりねしてるわけ。 で大体これやってから3年か5年しか生きれないなっていうわけ設計度制度がねこれはだからやっていけんかったわけこれはねあの並んでまで、うんでこれしないと学校に行けないとかあ友達と会えないとかそうやったらもう学校行かなくていいんだっていう場合はっきり言うとこれをしてまで、うん、お年寄りとかもこれするとかバカなことばっかり言ってるけどあの本当は粛清しなきゃいけないことだよねあのヤフーとか普通のニュースやってるとこは粛清対象でいいですよもうこんなことをずっとこればっかり言ってんだこれ。 うん、あの帯状方針疹のこれとか65歳以上定期接種とかね、うん、死刑だね、うん、それはね本当はもっと激しく痛い,いよ余計なことはね言論統制してるものしかサービスしかないからこれしか言ってない私はでみんなおとなしいでしょ黙ってばっかじゃないここ塞いでいつも同じようにみんな仕事に行って学校に行ってねニコニコしていらっしゃいませにそんなことする必要はないって言ってんの。ででこここにこれをしてまでね あのみんな行くんじゃんバカみたいにそれはちょっとおかしいよねって考えていただけたらねあとはもうあの定期預金とか投資もせん時も引き上げるのって思うよねそういう感じですよんねねずっと抱えてイライらしいんだよ、ね、でここなんかここにこれをしたりこれしたりまあ母子手帳からさっき間違いだと言ってたんだけどあの母子手帳で最初にこれを予防のこれをやるじゃんねこれ。 あなたはついてるから男だね、女だね、言って、あとこれさせるよ、定期的にこれさせるじゃん、これを。これをすることによって、騙された、洗脳された子供が出来上がって、保育所に行くと、みんな同じ方向向向くようになるわけで、ね。で、学校に行くと、みんな同じ方向向向くって、朝もやったんだけどね、言いたいことずつあるの、これ24時間やないと誰かやんなきゃいけないよ、これは。人形を使ってやった方がいいよ。口で言うとね、みんなね、聞きたくなくなっちゃうからね、計算するよ、これは。 で人形使ってやってるけど学校で校長のお話前なら気をつけてやって同じ方向しか向かないわけじゃあ政府とか国ですとか言ったらみんなこんな方向くわけそしたらあのみんなその落とし穴に入りやすくなるんだよねあのみんな同じ方向に向くからおかしなことになるで男などがつけるからそのあの頭が固定概念ができて。 あのみんな同じ方向向くになるんだよねで学校の運動会なんかもうそう軍事政権の名残りであってだからわざと紅白にしたりるに男の人は白だとか女の人は赤だとかあれはフリーメイソンのマークなんですよ。学校のマーク自体が目のマークなんだよねだからあのフリーメイソンの一番のルシバーっいうのは多分ね目なんだよねてっきいま目 多分この,こ,のここの猪之助さんの目,目のような感じこれがより地球を席巻してるんだよ。で地球の,この空の上にこれがおるんじゃないかと言われているのと南極の下におる可能性があるね。モナコにはフリーメイソンの拠点があるんだよね。9割のお金がそこに集まるもともとあって100年前以上前からね。でモナコにそこ集まってるのね。たたった1割のお金が あのみんなのとこへ来たり来なかったり世界のドルだったりあのフランスのねあのあのフランスはユーロが、うん、ギリシャはドラクマ。昔